仏説摩訶般若波羅蜜多心経観自在菩薩行深般若波羅蜜多智照見五雲海空洞一切空役舎利子四季不異空空不異四季四季俗世空空俗世四季十相行四季役分尿勢舎利子勢小法空相不生不滅不空不生不増不減勢航空十無四季無十相行四季無限二微絶身に無意識証拠未足を無限界内し無意識外無無明役無無明人内し無老死役無老死人無空十滅道無知役無得意無所得攻防大サッターへ般若波羅蜜多行心無けげ無けげ公無空恩利一切天道無相空境涅槃三世小仏へ般若波羅蜜多行徳阿耨多羅三脈三宝大高知安尼阿拉弥陀勢大臣修勢大名修勢無常修勢無等道修能上一切空真実空光光説安尼阿拉弥陀修即是修圧ギャーテギャーテアラギャーテアラソギャーテ傍地粗悪化般若心経2016年2月23日なんということでしょう。2月ももうそろそろ終わりでございます。何か物体が横切ったような気がしますが、それでは、本日も、少量集の続きをいきたいと思います。8巻の第6回目、8巻長丁場ですね、かなり苦労しております。ただいまはですね、ツイキャス、ネットラジ、FC2 同時に配信をさせていただいております。定本は竹馬書房、弘法大師空海全集第6巻。続、遍照法華少量集、補欠章、牧野第8。538ページから参ります。高野山万道への願文、ここからいきますね。それでは参ります。原文、慎んで聞く迷いの暗黒は、ごめんなさい違う、原文、慎んで聞く国安は生死の源、変名は炎尺の元なり、その原始を尋ねれば各々因縁あり。現代語訳、慎んで聞く迷いの暗黒は、この人の世の生死、生きる死ぬですね、生死の苦の源であり、悟りのあまねき知恵は涅槃の大元であるという。その源を尋ねると、それぞれが生ずる因縁がある。ですね、まずこの大の説明を抜かしてしまいましたが、万道へ、万の灯火を仏に捧げる方へ、ということで、今ももちろんやってるわけですけれども、そういえば日本書紀にはね、千灯へといって、千の灯火を捧げるというのが出てきたんですけれども、やはりここはですね、一桁上げましてですね、万灯へというふうで、なかなかスケールが大きくなってきました。まあそれだけ豊かな時代になってきたのかなと思いますね、奈良時代と比べるとね。さて続きいきます。原文、日灯空に捧ぐればただ一点の暗きを除き、学教官に隠れば誰か三千の名をなさんや。現代語訳、
太陽が空に上がると一面の天の暗闇も覗かれ、月が銀河にかかると三千大千世界宇宙全体は明るく照らされるであろう。三千大千世界っていうのは、仏教の世界観の中にある、宇宙すべてというふうに言ったらいいんですけど、三千個何か世界があるんじゃなくて、千かける千の千倍の千倍ということなので、千の六乗っていうことになるんでしょうかね。千の六乗、十の九乗、なんかちょっと違う気がするけど、まあいいや。続き、原文。大日あまねく崩壊を照らし、地境を高く霊台に鑑みるがごときに至っては、内下の触りことごとく除き、自他の光あまねくあぐ。現代語訳、大日如来が知恵の鏡を掲げてあまねく世界を照らし、その知恵の光は高く上がって、衆生の心を見通すようになれば、内心の迷い身体の悪業はことごとく除かれて、自他利他ともにその光を広く完成する。原文、かの光を取らんと思わば、なんぞ行使せざらん。現代語訳、その光を取ろうとして、どうして仰ぎ眺めずにいられようか。原文、ここにおいて空海、もろもろの金剛師らとともに、金剛宮司において、いささか万道万華の絵をまけて、両部の曼荼羅四種の地位に武言す。現代語訳、さてここに私空海は、多くの密教の弟子たちと高野山金剛宮司において、ささやかながら万道万華を仏に捧げる法会を設けて、両部の曼荼羅四種の曼荼羅のすべての仏に捧げ祭る。金剛宮司ですけれども、なんか普通金剛宮司金剛宮司って言ってしまいますけれども、正式には金剛宮司とこう伸ばすようですね。ここ一応弘仁7年、西暦816年、空海の会期というふうに出ております。後ほどですね、この周辺の、文献に、詩文等についてもですね、9巻10巻ぐらいで出てくると思います。続きいきます。原文、ごするところは毎年一度、このことをまけたてまって、子音をこたえたてまつらん。現代語訳、その願うところは毎年一回、この法会を設け奉って、子音にお報い申し上げようというのである。子音というのは何回か出てきていますけど、もう一回言うと、父母の恩、国王の恩、衆生の恩、三宝の恩。一応言ってみると、父母というのはお父さんお母さんの恩があるというのは誰でもわかると思います。それから父母の恩というのは、この身、この私がこの現在生きていることに対する恩ですよね。
で、国王の恩というのは、今日本に国王というのがいるのかいないのかということなんですけれども、例えばその水を、水道をひねったら、水が飲める、蛇口をひねったら水が飲める、ゴミを収集してくれる、そういうふうに、国家を運営してくれるということによって、我々は生きていけるということもありますよね。それから衆生の恩は、これは仏教の世界観になるんですけれども、輪廻の中で、何回も何回も生まれて、死んでという繰り返した中で、それはもう数え1回とか2回とか数えられない無限の回数なわけなんですけれども、その中において必ず父がいて母がいるというわけなので、衆生というのは、いつかどこかで自分のお父さんだった、あるいはお母さんだったことがあると、こういうわけですね。それから三宝の恩っていうのは、昨日やはり先生に対する恩がどうのこうのっていうのがありましたけれども、仏教に対する恩というかですね、仏法、僧、仏、真理を体現したお方、それから教えですね、それから、それをこう伝えてくれる人々というわけで、仏法僧ですけれども、これはこうそういう恩がいくつもありますよっていうことを言ってるんじゃなくて、全ての恩っていうのを4つのカテゴリーに分けることができるっていうことになると思います。これは恩で、これは恩じゃないっていう分け方ではないと思います。さて、続きいきます。原文 虚空月、衆生月、涅槃月なば、我が願いも尽きん。しかればすなわち、金峰を高くそびえて、安明の放浪を下しみ、玉後光を放って、たちまちに梵釈の確実を滅散。現代語訳。この願いは、空が尽きるまで、衆生が尽きるまで、悟りの尽きるまで永遠に続けたい。空、衆生、悟りが尽きれば、私の願いも尽きるであろう。非常にここの言葉が有名なフレーズですね。非常に綺麗ですね、やっぱりね。スケールが大きい。もう一回。虚空月、衆生月、涅槃月なば、我が願いも尽きん。原文。しかればすなわち、金峰を高くそびえて、安明の放浪を下しみ、玉後光を放って、たちまちに梵釈の確実を滅散。現代語訳。そうなれば、金剛宮司は高くそびえて、かの須弥山の、小さな丘を眼前に見下ろし、仏の白毫は光を放って、たちまちのうちに梵天、帝釈天の放つ光にも敬さるものとなろう。ここが面白いところですね。安明の放浪を下しみ、安明というのが須弥山のことで、仏教の世界観の中の中心にある山、いわゆるシュメール山なんですけれども、それが放浪であると。放浪っていうのは小さな丘、具体的に言うと、蟻の作る土の塔のことですが、このスメール山でさえ、蟻の作るそのちっちゃな丘に過ぎないように思えるわけですよね。この仏教の世界観の中に立てばね、大日如来の視点に立てばね、かなりスケールが大きいですね。昨日読んだところにもありましたけれども、消し香ですら儚くて短いと笑ってしまう、金剛でさえ、こう絶対壊れない不滅の金剛でさえ儚い、
脆いものだと笑ってしまうなんていう言い方がありましたけれども、あれもすごかったですけどね。続き原文。乱世の一円、たちまちに崩壊を翻って病を除き、舌の満月、笑みを含んで諸村目を開かん。現代語訳。無明を照らす知恵の象徴、蘭の文字は赤々と燃えて、たちまち世界を巡って、あらゆる病を取り除き、思慮分別の象徴たる舌の字は、花のすべてを開くように、仏諸尊に目を開いて、微笑みかけるであろう。綺麗ですね。この辺はなんかその願文っていうか、お願いをしている文章なんだけど、本当に、詩ですね。はい、いしるちゃん。宇宙から地球を見てみればだな。そうですね。視点がこう、人間の視点ではないっていうことになると思います。なんて言うんでしょうね。もう枠の中に入らないというかね。続き原文。仰ぎ願わくは、この光合によって自他を伐採せん。現代語訳。心よりお願い申し上げる。その光の偉大なる行為によって、自己も他人も苦から救わせたまえ。原文。無明の他、たちまちに寿命に帰り、本学の字、たちまちに他心の奪わん。現代語訳。迷いにさまよう自己以外のものも、たちまち自己の本来有する悟りのもとに帰り、仏とさせたまえ。心に本来持つ仏となりうる性が、性質がですね、たちまちのうちに自己以外の無明のものを取り去らせたまえ。原文。無尽の荘厳、大日の回向を放ち、節人の知印、老月の上昇を開かん。現代語訳。尽きることなき密教の神秘で、その身を飾り、大日如来の知恵の光を放って、あらゆる無数の国土の仏たちが月のように明るくさせたまえ。はい、一文字さん、こんばんは。お布施ありがとうございます。エイドリアンパン、エイドリアン、エビドリアンってやつですね。ありがとうございます。先ほどは非常に楽しいひとときをありがとうございました。私たちつい楽しくて調子に乗ってですね、ちゃちゃを入れてしまうんですけれどもね。しかし、アーム錠っていうのはね、なかなかこう普通の人はチャレンジしようとも思わないのであって、ぜひね、最後まで感想していただけたらと思います。なるべくちゃちゃを入れないで静かに聞こうと思います。でもやっぱりこう一文字さんじゃないとあれは挑戦できないと思うんですよね。他の人ではちょっと荷が重すぎると思うのでね、やっぱり 合ってますよね。さてさて、続き原文。六代の変ずるところ、五地の含するところ、骸骨沈地流水幽林、すべてこれ我が死怨なり、同じく共に一角にいらん。現代語訳。永遠に変わることなき光によって、衆生を救いたまえ。地水火風空四季より構成される衆生のあまねくおるところ、五地によって存在する仏たちのいるところ、空飛ぶ鳥、地に潜る虫、水を泳ぐ魚、
林に遊ぶ獣、すべて生きとし生けるものは皆我が死怨の対象、ともに悟りの世界に入らしめたまえ。ごめんなさい。やはりこれを見てもですね、そのいろいろな生きとし生けるものたち、鳥は綺麗だけど虫は、今日ねイモムシの話を昼間してましたけど、鳥は綺麗だけど虫はちょっと別にいいんじゃないとか、そういうことはなくてですね、全てが等しく死怨の4つの怨の対象であると。だから先ほど申しましたように、4つの怨というのがあると。でこれは入るけどこれは入んないっていうことじゃなくて、全てのものが、一切のものがもう死怨の対象であって、4つのどこかのカテゴリーには入ると、むしろ4つの全てに入るみたいな感じですかね。ここの六大というのですが、6つのエレメント、地水火風空四季というものなんですけど、これはエレメントというよりはエッセンスというふうに考えた方がいいというふうに、エレメントというかですね、普通はですね、人間の肉体、あと精神、これをですね、人間だけじゃなくて宇宙のって言った方がいいと思うんだけど、ここの注釈では人間のって書いてありますね。これを構成するよ6つの要素でもね、6つのエッセンスって考えた方がいいかなっていう気がします。以上、天長9年8月22日、天長9年は西暦832年ですね。弘法大師のご入場っていうのは835年なので、ご入場まであと3年っていう時に書いたんですかね。なるほどね。というわけで、一応おっとっとなんかビーンといった。それでは一回通して、読ませていただきますね。高野山万道への願文、慎んで聞く。国安は生死の源、変名は炎尺の元なり。その原始を尋ぬれば、おのおの因縁なり。日頭を空に捧ぐれば、ただ一点の暗きを除き、楽器を管に隠れば、誰か三千の命をなさんにゃ。大日あまねく崩壊を照らし、地境高く霊台に鑑みるがごときに至っては、内下の触りことごとく除き、自他の光あまねくあぐ。かの光を取らんと思わば、なんぞ行使せざらん。ここにおいて空海もろもろの金剛師らとともに、金剛宮司においていささか万能万華の絵をまけて、両部の曼荼羅四種の地位に武言す。御するところは毎年一度、このことをも負けたてまって死怨を答えたてまつらん。虚空月衆生月涅槃月なば、我が願いも月ん。しかればすなわち金峰を高くそびえて、安明の放浪を下しみ、玉号光を放って、たちまちに盆釈の確実を滅散。乱時の一円、たちまちに崩壊を翻って病を除き、叱咤の満下笑みを含んで諸尊目を開かん。仰ぎ願わくは、この皇后によって自他を伐採せん。無名の他、たちまちに寿命に帰り、本学の字、たちまちに他心の奪わん。無人の将軍、大日の栄光を放ち、雪人の地院、老月の上昇を開かん。六代の変ずるところ、五地の願ずるところ、廃校、鎮地、流水、幽林、すべてこれ、我が死怨なり、同じく共に一角にいらん。天長九年、8月22日。以上、高野山万道への願文終わります。はい、シュルちゃん、地球滅亡まで、またそれかい。ここでもそのネタ、待ってね、
朗読聞くと意外に短い。そうですね。私ももうちょっと長かったと思ったんですけど、意外とコンパクトにまとまってますね。シルちゃん、これ武言じゃなくて宝剣って読んだ方がいいっていうことですか？私一応5音読みだと武言になるんですけれども、ガコン武言って言わない？何の時だっけ、あれ、ゴマの時？何の文章だっけ、あれ、ガコン武言なんとかかんとかっていうのなかったでしたっけ。確かにね、宝剣っていうふうに振ってあったりするんですよ、この今高先生。でも私は5音読みだから武言の方がいいと思うな。シルちゃん、気合入った文章だよな。そうですよね。このね、結局ね、趣味線をね、趣味線でさえちっちゃいちっちゃいって言って、こうやってね、高いところからね、下し見ていると、この究極の上から目線、これ何？ 無言で OK。 あ、いいですか？はい、ありがとうございます。昨日、結局、本当に昨日読んだ文章はすごく私の中で衝撃で、なんていうやつだっけな。ちょっとね、すごく綺麗な文章だったから、ちょっと控えておいたんですけれども、こうそ詠々として、孔雀をなお短きにあざけり、玉体緊密に顕密にして金剛を消えやすきに笑わん。これもですね、非常にこう上から目線ですよね。ここまで徹底して上から目線になれたらいいっすよね。いや、ありがとうございます。しるちゃん、武言が正しい。ありがとうございます。それでは赤文字がつきましたね。結構ゆっくり味わって読んでしまいました。次がね、牧野八の最後ですね。はい、しるちゃん、あまねく照らす宇宙に偏在しているのが大日如来だから、上から目線だと。そう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 。やっぱり上から目線っていうと、こうあまり良くないイメージがありますけれども、ここまで上から目線だったらいいですよね。しるちゃん、お茶ありがとうございます。甘茶で。甘茶ね、ティーバッグのやつですっごい美味しいやついただいたんですよね。名古屋の人がいつも送ってくれるんですけれども、甘茶ってお寺とかでいただくとあまり美味しいものじゃないじゃないですか。今はね、もっと甘くて美味しいものがあるけど、まあ昔はこれでも甘くて美味しかったのかなと思ったんですけど、あれやっぱりね、煮出してね、じっとね、置いてるから渋くなっちゃうんだと思います。あれ早めにね、取り出したらね、結構美味しいもんだと思いますよ。さて、それでは続きいきますね。勧進して仏塔を作り奉る知識の書。さて、赤文字がついていますが、皆様からのお布施によってこのまま延長させていただきます。ありがとうございます。勧進して仏塔を作り奉る知識の書。肝臓だよね、甘茶。あ、そうですね。なんて言うんでしょう、漢方薬の甘さですよね、肝臓はね。だから葛根湯なんかもね、甘いんだけどまずいみたいなね、まずさ漂うみたいな感じになってますけど、あれがやっぱり昔は美味しかったのかもしれませんね。よくわかりません。私は今日おやつに花園まんじゅうをもらったんですけど、やっぱあれは美味しいなって思いました。あとちょっと今日聞いた話では、坂下さん、こんばんは。伏せ、ワンワン。今日聞いた話ではですね、
何ですか？はい。知識は本来どういう意味があったんだろう？本来。本来。どこの話ですかね？次の、ここ、勧進して仏塔を作り奉る知識の書。はい。次の話ですね。ごめんなさい。いつまでも浸ってちゃいけませんね。この題名から勧進、注釈を読みます。仏塔、殿宇を建てるための金品の寄進を求める。まあ、勧進帳とか有名ですけどね。次に知識。元来は知ある人のことだが、ここでは世事を指す。ということだそうです。全知識。なんてよく言いますよね。それから、それでは読んでいきます。そう、浸ってたんです。はい。では読みます。原文、敬って進む。仏塔、曼荼羅塔を作り奉るべき書。いや、ここって本文じゃないと思います。これ、多分タイトルだと思いますよ、これ。まあいいや。慎んでお勤めする仏塔と曼荼羅をお作り申し上げる書。原文、それ、諸仏の事業は、大事をもって先となし、菩薩の行願な、大悲をもって本となす。あ、この文章から来てるんだ。へえ、これは聞いたことあるフレーズだけど、ここにあるとは知らなかった。現代語訳、そもそも、もろもろの仏のなされることは、大いなる慈しみの心を第一とされて、菩薩の衆生を救わんとする行為と願いは、大いなる憐れみを要点としている。まあ、大事と大悲ですね。原文、慈はよく楽を与え、悲はよく苦を抜く。八苦与楽のもとい、人に生老を示すこれなり。現代語訳、苦しみから、ごめんなさい。慈しみは人々に楽を与えることができ、憐れみは苦しみから救い出すことができる。苦しみから脱し、楽を与えてやることの基礎は、人々に正しい仏の道を示してやることに他ならないのである。タイトルの話ですね。ですよというのは。なんか本文のように、さも本文のように書いてありますね。いいですね、このね。まあ、よく言われるところですけどね。慈はよく楽を与え、悲はよく苦を抜く。八苦与楽のもとい、人に生老を示す。ここもですね、こんな長々と語ってていいのかと思うんですけれども、よいしょ、慈悲イコール八苦与楽っていうのは、これはいいんですけれども、こう、かわいそうだから、こう、情けをかけてあげて、はい、終わりっていう話じゃなくて、その情けをかけてあげる、その行為は、なんだろう、たまに、ほら、なんていうのかな、結局、情けをかけることが相手のためにならないとかね、そういうふうなことに陥ることがありますよね。でも、ここでは、人に生老を、正しい道を示すことであると。正しい道というのは、この場合仏教の仏の教えというわけですよね。だから、この慈悲という行為そのものが、まあ、仏教そのものであるというふうに言い切ってるわけで、この辺も、なんて言うんでしょう、この簡潔なね、断定の仕方、自信満々で、こう、いいよね、こういうね。はい。シルちゃん、お大師様の名言とか、ほとんど小領集からの抜き出しだよな。抜き出して本意が歪んでたりするのだが。ああ、そうなんですね。私もお大師様の名言みたいな本買ったんですけどね。まあ、たまに、この人どなたでしょうかっていう人が書いてる
本なんかもあるじゃないですか。ああいうやつはやっぱりちょっと心配ですね。で、まあそういう入門書としてはこんな素敵な言葉があるよっていうのを知っていただくのは非常にいいことなんですけれども、できればね、こうやって全文通して読んでみて、どういう、流れの中でね、出てきた言葉なのかっていうのは確認する必要はあるかもしれませんね。まあ、なのでね、まあ、解説もいいですけれどもね、何でしょう、耳で聞いて睡眠学習できる的な感じでですね、淡々と読んでいくのもちょっと一回やってみたいですね。さて、それでは続きいきます。でも、ちょっと注意しなきゃいけない本とかあったらね、また教えてください。それが果たしてダメな本っていう意味じゃなくてね、注意しながら読みましょうねっていう喚起をね、与えていただけるといいと思うんですよね。いい本はこれだよっていうのも、もちろんそれはね、あるわけですけれども。それでは続きいきます。FC2 の方、どなたが来ているんでしょう。こんばんは。よかったらね、ログ入れて参加してくださいね。それでは続きいきます。原文。言うところの小路に二種あり。一つには上衛門、二つには福徳の門。現代語訳。いわゆる正しい道というものには二種類の生き方がある。一つは瞑想、すなわち情と知恵、すなわち絵をもっぱらにするもので、第二は善行により人々に福を与えることをもっぱらにする生き方である。原文。上へは称号を開き、禅定を主するをもって旨となし、福徳は仏塔を建て、仏像を造するをもって用となす。現代語訳。上と絵とは、上と絵。上と絵とは、正しい仏の教えを開いて深い瞑想を修行することを主とし、福徳を与えるのには仏塔を建て、仏像を作ることを要点とする。原文。三世の諸仏、十方の薩多、皆この福寿を営みて仏家を円満す。現代語訳。過去現在未来の仏たち、世界全体の、まあ世界じゃなくて宇宙全体のって言いたいですけれども、ただ、世界と宇宙っていうのは漢語で言うと全く同じ意味なんですよね。世界っていうとなんとなく地球の上だけっていう気がするんですけれども、本来は世界、世だから、世って老化でしたっけ？世の中、老化と界は何でしたっけ？とにかく、空間と時間のことですね。世が時間で、界が空間。だから、すべての空間、すべての時間。ちなみに、宇宙というのも、宙を舞うっていうのが普通は空間的な感じがするんですけど、本当は宙がですね、時間の方で、宇というのが空間の方なので、全ての空間と全ての時間、世界と全く同じ意味なんですよね。まあそれでですね、世界全体の菩薩たちは皆この福徳の行いをして悟りの境地を完成するのである。原文。このゆえに、非念、死音を伐採し、二理を具足せんがために、金剛宮寺において、ヴィルシャナ法界大正塔2基、および、大蔵金剛界両部曼荼羅を奉る。現代語訳。このゆえに、最近、父母、国王、衆生、三宝の恩に報いんとして、すべての苦を除いて、自利、利他を完全に成し遂げようと思った。そこで、
高野山金剛宮寺にビルシャナ仏という宇宙の本体を表すため2基の塔を建てて、金剛大蔵二部の曼荼羅をお作り申し上げることにした。原文しかるに今甲府あまたにして老職休止がたし、現代語訳、しかしながら今労役する者はおびただしく食料を満足に与えられない。ですね、ちょっと待ってください。シルちゃん、弘法大師の法華経、大倉何がしはあまり良くないかと。あ、そうなんですね。ありがとうございます。ちょっと注意をして、読まなくちゃいけないっていうことですね、読む場合はね。赤科さん、宇宙イコール時間と空間。なんかそのように、聞いています。厳密に言うと、時間と空間というか、空間と時間。両方ともそのインドの、世界っていうのが、インドのサンスクリットから訳すと世界になったそうですね、漢訳した時にね。それでですね、このなんだっけ、ビルシャナ法界大正塔2基ですが、お塔の数え方は1基2基ですね。 単位の考え方って日本語いっぱいあって難しいですよね。割とほらよその国は少ないんですけれども、鉛筆だったら1本2本だけれども、あとは箸だったら1膳2膳とかね、あるじゃないですか。お塔の数え方は1基2基ですね。こういう割と国語の辞書ってこういう単位が書いてるのがあってですね、私が一番受けたのは「新明解国語辞典」を読んだ時に、なんだっけ、火炎瓶の項をなぜか読んだ。火炎瓶のところに「1本2本」って書いてあって、火炎瓶の、確かにね、単位は1本2本なんでしょうけれども、それを1本2本って数えなきゃいけない、その状況が果たして私の人生の中にあるんだろうかって考えた時に、すごいシュールだと思いました。それは置いといて、この塔はですね、大日如来が宇宙の、注釈ですよ、大日如来が宇宙の本体であることを象徴する2つの塔、1つは現在の金剛峯寺の大塔、もう1つは西塔、こういうわけですね。大塔と西塔。赤下さん、そうです、一応逆ですね。それでシルちゃん、何かやらかしたかったのか、いや私じゃないんですけれども、それを編集する先生方はそういう世代の人だったんじゃないんでしょうか。火炎瓶、そう、モロトフカクテルですよ。 モロトフカクテルって言うとちょっとかっこいいですね。さて続き、いかんいかん。原文、今思わく諸々の貴賤の詩集とこの九号を同じゅうせんと、一陣退学を他校し、一滴後悔を不幸するゆえんは、心を同じくし力を合わすがこれ致すところなり。はい、えっちゃんクラックありがとうございます。こんばんは。現代語訳、今思うに多くの尊いもの、貧しいもの、僧二僧、男性信者、女性信者たちと共にこの仕事を一緒に成し遂げたい。塵も積もって泰山となってそびえ、ひとしずくの水が広い海を一層深くすることができるのは、それは心を合わせ力を合わせてこそできるのである。原文、伏して乞う諸々の団落ちら、団落ち等かな、おのおの一銭、一流のものを添えて、この功徳を相救え。現代語訳、心よりお願い申し上げる。多くの施主たちが、それぞれ、金一銭、金ですかね、米一粒を集めて、この功徳を成し遂げますように。原文、
しからばすなわち営むところの事業、不実にしてならん。現代語訳、そうすればきっとこの大事業も非ならずして、非ならずして完成するであろう。原文、生ずるところの功徳満行にして広からん。現代語訳、その行為によって生まれる功徳は永遠に滅びることもなく、世界中に広く行き渡るであろう。原文、子音は言動の徳にあき、語類は有権の福を豊かにせん。現代語訳、子音は四つの音は、現在および未来もその恩に十分報いることができ、五類の天は、五種類の天人たちがいるわけですが、目に見える、また目に見えない福を豊かに垂れてくれるであろう。だから、目に見えるものだけじゃないんでしょうね、この福というのはね。確かにそうなんですよね。見えなくて気づかない福もいっぱいありますよね。続き原文。同じく無明の里を出して、等しく大日の殿に遊ばん、敬って進む。現代語訳、そして皆共に無知の迷いの世界を抜け出して、揃って大日如来の悟りの御殿に遊べるようにさせたまえ、謹んでお勧め申し上げる。原文、昭和元年8月23日。昭和元年というのは834年ですね。834年の8月23日っていうことは、あと半年っていうところで書いた文章ってことですか？そうなんだ。以上でですね、牧野八終わります。ああ、よかった、終わった。さて、時間にしたあと15分、10分少々ございますか。続きはですね、少々短い文章なので、頑張って読んでいきましょう。進みますね。続編上法規少量集補欠章牧野第9。宮中真言院の正月の御始法の草創。9巻はですね、結構いろんなものが載ってますね。高野山に初めて結界をする時の文章とかですね、あと入場する場所をちょうだいなっていう文章とかですね、いろいろありますね。結構頑張って読まなきゃいけないやつばっかりですね。シュルちゃん、金の一銭、米の一粒のくだりはとても好き。あ、そうなんだ。やっぱりどこが一番好きかっていうのは、お気に入りの箇所っていうのはあるよね。なるほど。各々一銭一粒のものを添えて、その功徳を愛す救えですか。しからばすなわち営むところの事業、不実にしてならん。じゃあ先進まないで、ここもう一回読みますか。そうしよう。鑑真して仏陀を作り奉る知識の書、敬って進む仏陀曼荼羅等を作り奉るべき書、それ、諸仏の事業は、大事をもって先となし、菩薩の行願な、大悲をもって本となす。慈はよく楽を与え、悲はよく苦を抜く。八苦与楽のもとい、人に生老を示すこれなり。
いうところの鐘楼に二種あり、一つには上絵の門、二つには福徳の門。上絵は鐘楼を開き、禅定を処するをもって旨となし、福徳は仏塔を建て、仏像を造するをもって用となす。三世の諸仏十方の去った。皆、この福寿を営みて仏家を円満す。このゆえに、非念。死怨の伐採し、二里を具足せんがために、金剛峯寺において、ビルシャナ崩壊大正塔二基、および大蔵、金剛会両部曼荼羅を建て祀る。しかるに今、甲府あまたにして、領職九死がたし、今思わく、諸々の貴賤の詩集と、この公方を同じゅうせんと、一人大豪を、大学を他校し、一滴後悔を不幸するゆえんな、心を同じくし、力を合わすがこれ、致すところなり。伏して乞う、諸々の団落ち等、各々一銭、一流のものを添えて、この功徳を相救え。しからばすなわち、営むところの事業、不実にしてならん。生ずるところの功徳、万行にして広からん。死女、厳冬の徳に飽き、五類は有権の福を豊かにせん。同じく無名の里を脱して、等しく大日の殿に遊ばん。これ大日の殿にですかね。敬って進む。昭和元年8月23日。以上を勧進して仏塔を作り奉る知識の書。終わります。しるちゃん、休館は超重要とプレッシャーかけたりして。あ、そうですか。私はね、休館もそうなんですけど、個人的には実家に入っている、最澄にお手紙書いたやつですかね。切れてる、切れっぷりいいなと思うんですけどね。しるちゃん、福徳、あ、私何か間違えました、ごめんなさいね。日本で初めて一般の民衆に協力を求めたお寺なんですよ、高野山は。あ、そうなんだ。へえ、皆さんいいこと聞きましたね。これはテストに出るので覚えておくように。日本で最初に民衆に協力を求めたお寺はどこですか？はい、高野山です、とこういうことですね。私はね、やっぱりね、ここがいいなと思いますよ。諸仏の、やっぱりね、これ出だしがね、どの文章を読んでも思うのが、こう出だしのパンチがいいですね。すごくセンセーショナルな出だしですよ、どれを見てもね。で、パシッとこう、まずね、結論言っちゃうんですよね。そこがいいと思うんですよね。しるちゃん、極端に言えば初めての個人的なお寺です。あ、なるほどね。まあそういう見方もできますよね。それ諸仏の事業は大事をもって先となし、菩薩の行願は、大悲をもって本となす。字はよく楽を与え、悲はよく苦を抜く。バック余楽のもとい、人に生路を示すこれなり。ここまで息をつかせず読ませるような感じでね、いいと思うんですよね。で、そうして、まあ少し落ち着いてきたなと思うと、またね、バシッとこう波が来るでしょ。いいよね、この波のある文章でね。ちょっと待ってください。明石家さん、東大寺は、だって東大寺は聖武天皇が建てたお寺じゃないの。あれ、聖武天皇の個人のお寺っていうふうに言うべきなのかな、ちょっとわからないな。はい、一文字さん、お茶ありがとうございます。お、なんかかわいい茶運び人形的な絵文字が来た。 今何時だ、22時。じゃあもう少し読んでもいいんですかね。明石家さん、大仏修復の時に民衆の力結構使ってると思うけど、なんだっけ、行基、あ、それはまた別。 しるちゃん、東大寺は確かに民衆から集めましたが、建立は勅命でしたから、
そうですよね。お施主さんが聖武天皇ですもんね。だからね、聖武天皇の大仏建立の御事のにも読みたいなと思うんですよね。だから今門無やってるけど、なんかだんだん、でも順番にやっていかないとこう流れが分かんなくなっちゃうんだよね。困っちゃうね。まあそういうわけで、まあ一応じゃあ8巻ということで終わりなので、一回まあ時間もいいところですので切らせていただいてから9巻に入りますかね。みんな勉強させてもらってるよね。ありがとうございます。ちょっとだけね。ナムダイ千手観音、ナムダイ千手観音、ナムダイ千手観音。じゃあ一回切ってね、またすぐ続き始めます。おお、セミマルくんがなんか始めたわ。 一旦切ります。ありがとうございました。